わしが商人として最も大切にしている宝、それをここに持ってこい。いい汗かこうぜ。約束の大商人の宝。ああ、見せてみろ。大商人の宝はこのあんたの娘さんだ。ハズレだ。出直してこい。え？確かに家族を何よりの宝と思う者もいるだろう。だがわしが今回出した課題の答えではない。出直してくるんだな。父さんにどんな課題を出されたんだい？え？確か。そう、父さんが言ってるのは商人としての宝だよ。あんたの商人としての宝は物やお金じゃないはず。商人としてあとは自分で考えてみてね。じゃあ頑張って。俺の商人としての宝、それは確かに物や金じゃない。そうか、俺の一番の宝は俺自身だ。ってことはマスウードもきっと挑んでみる価値はありそうだな。わしを雇うだと？何のつもりだ、馬の骨。あんたの宝、それはズバリ、あんたは商人として最も大切にしている宝って言ってた。商人だったら誰もが大切にしてる宝がある。それは気づいた人脈や知識、経験の数々。物や金なんかよりもよっぽど大事なもんばっかだ。違うかい？正解だ。よくわかったな。俺も同じ宝を持ってるからな。それにあんたの娘さんから手がかりももらっちまった。これでわからなきゃ商人やってる資格なんてねえよ。まさか物事の本質を見抜ける商売人がまだ残っているとはな。お前の前にも商売力を求めるやつは何人もいた。だ
がどいつもこいつも宝は分からずじまい。ずいぶんつまらん世界になっちまったと思ってたが、ほら受け取れ。この鍵は商売録を収めた書庫の鍵だ。好きなだけ読んでくといい。おお、いいのか。わしはもう老いぼれだ。死んじまったら宝も消えちまうだろう。だからお前さんが受け継いでくれ、商人パルテティオ。我々先人の宝をな。はあ、任せとけ。